やっほー、ジョイジョイのジョアナです。今回もジョアナの大好きな御言葉シリーズへようこそ。今日はまた旧約聖書に戻って箴言っていう本から取った御言葉を紹介します。この御言葉ちっちゃい時からずっと好きやってんけど、昔好きやった理由と今好きな理由が結構変わったから、その変化、考え方の変化についてもちょっと説明したいなって思ってんねん。で、今日の御言葉が来た本、箴言っていう旧約聖書の本やねんけど、あの知恵文学の代表作品の一つって呼ばれてて、イスラエルのめっちゃ有名で賢かったソロモン王っていう人がほとんどを書かはってん。で、中身はなんかことわざとか知恵とか考えさせられるものばっかりで、小学校の時、日本の小学校に通ってて道徳の授業があってんけど、道徳の教科書読んでる感じ、ほんまに知恵文学って感じやわ。で、そこの最後の章、31章の御言葉を今日は選びました。この御言葉はしっかりした妻についての御言葉やね。31章では作者がしっかりした妻、こうみんなに立派って思われる妻がどんな人であるかっていうのをザーッと書いてはんねんけど、このビデオ女性向きかもしれんけど、男性の方もぜひ残ってみてください。この御言葉のメッセージはみんなに当てはまるから。じゃあもう早速今日の御言葉いくで。麗しさは偽り、美しさ、読めへん、もう一回。麗しさは偽り、美しさは虚しい、しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。まず子供の時、なんでこの御言葉が好きだったかっていうと、あの前アップロードした証ビデオの中でも言ってんけど、うちちっちゃい時めっちゃ自分の外見、中身もそうやけど外見にめっちゃコンプレックス抱いててん。日本で外人として育ってて、なんか周りの子みんなスラッとしてて、黒いまっすぐな髪の毛で、なんかもうみんな綺麗で、うちはめっちゃ、今もちっちゃいねんけど、この時めっちゃちっちゃくて、5年生の時メガネかけなあかんくって、歯矯正する前はもう歯すんごいことなってて、なんか周りと違う、周りの人みたいに綺麗じゃないとか、子供の時すんごいめっちゃな、自分の外見嫌いやってんか。ほんでこの御言葉を読んで、あ、外見関係ないんや、心の中が大事なんや、じゃあええわ、心配せんとこうと思って、その理由で昔はこの御言葉が好きやってんな。で、大学入る前ぐらいに、ちょうどその前に、あの箴言31章についての本を買って、その本すんごい面白かってん。あのこの章の御言葉を一節ずつ毎日こう研究していく本で、しっかりとした妻、女性はどんな人かについて考えて、本で美しさは自分の中から来るものや、心が大事、中身が大事、みんなは誰でも価値がある、あなたは素晴らしい、あなたは天地を創造された神様に作られたものやから、だからあなたはそのままで素晴らしい、あなたは美しい、あなたはプリンセスやねんみたいなメッセージの本で、それで、おー、そうや、うちは素晴らしいねん、うちは神様に作られたからめっちゃ価値ある人間やねんって、すごいなんかちょっと元気になって、で、その時はその理由でこの御言葉が好きやってんな。で、最近になって、あれ、この考え方ちょっと的外れじゃないってどんどん思うようになってん。なんかちょっとしっくりこうへんなって。で、なんでかっていうと、うち自分のことフェミニストって呼んでるし、こう女性が自分に自信を持ってありのままで生きていくように機会が与えられて、そう、あの英語でエンパワーっていうね、エンパワーメント、めっちゃ大好きな言葉やねんけど、そう、自分らしく生きていくためのこう力を与えられるっていうか、力が自分の中から湧き出てくる、
そういうのをすごい大事にしてるし、神様も大事にしてほしいと思ってると思ってるんやけど、ちょっと原稿見させて、ここめっちゃ大事なパートやから。でもあなたは価値がある、あなたはそのままで素晴らしい、だから女性として自信を持ちなさい、自信を誇りを持ちなさいって、こうクリスチャンの本とかクリスチャンの方にこの御言葉を使って何回何回言われても、なんか結局それってさ、的外れじゃないって思うようになってきてん。なぜかというと、私はこのままで素晴らしいって毎日思える？うち絶対もう全く自信ない時あるし、落ち込む日あるし、これあなたは女性としてありのままで美しいから、そのままで自信を持ちなさいっていうのを毎日信じられるわけがない。で、そうやって信じられる、なんていうの、権限はどっから来んの一体って思うようになって、だからこの御言葉についていろいろ考えてて、で、この間友達がこの御言葉についての記事を紹介してくれて、それ読んで、あーほんまやって納得がいってん。納得がいった理由の前に、もう一つしっくりこうへんかった理由は、結局それって、この考え方って他の宗教と全く同じじゃないって思い始めてん。なんか世界中の人が、あなたはそのままで美しい、中身が大事やから、中身が美しかったらそれでいいっていうのはみんな信じてるやん。じゃあ聖書は何が一体違うんって思うようになって、モドルで的外れな理由は、多分うちらみんなこの御言葉の初めの方に集中しちゃうから。最後の部分、主を恐れる女は褒めたたえられる。主を恐れるってどういうこっちゃ。それは神様が誰であるかを理解する。神様が偉大な方で、全てが神様中心に回ってるっていうことを認めて理解する。で、それを敬う、それが主を恐れることやと思うね。で、この御言葉で、あの作者が言ってる女の人は、それによって褒めたたえられはった。あなたはありのままでいい、ありのままでいるから褒めたたえられるじゃなくて、主を恐れてるから褒めたたえられてんねん。ってことは、うちらの焦点は神様に当てなあかんのとちゃうの？うちらを中心にして考えるんじゃなくて、まず神様からスタートしなあかんと思うねん。で、なんやった？次、全ては神様からスタートするってほんまに心の中で理解したら、自分の美しさとか自分の価値とか気にしてる余裕なんてないんじゃない？って思うようになってきて、で、まだまだうちこの御言葉について考え足りてないなって思うねんけど、とりあえず今は女性の本当の美しさっていうことをこう中心にして考えるんじゃなくて、神様の美しさ、神様の美しい愛、神様の美しい恵み、それを中心に、そこからスタートして考えて、こう神様の美しさにもう目が釘付けになって、それでこう満ち溢れて、なんていうの、神様に対して畏敬の念を抱く女性になりたいなって思うようになった。で、どんどんこれからもそのことについて追求していきたいなって思ってんねん。それこそが本当の美しさじゃないかな、神様が。で、神様を中心にしていかなあかんなって思うようになってきたから、この御言葉、めっちゃ大好き、ほんまに好き。で、主を恐れる女になりたいなって思わされる。オッケー。なんか今日ちょっと頭の中がぐっちゃぐちゃやねんけど、でも伝えたかったことみんなに伝わったかな。みんなもなんかコメントとか質問とかあったら、ぜひぜひ下のコメント欄に書いてください。みんなの意見めっちゃ知りたいです。OK。じゃあ、また今度。バイバーイ。